はいどうも、ヨアルナさんです。僕はもう本当、魂の限界でございます。豆腐を見つけたんですよ、こいつを救いたいということですね。この豆腐を美味しく調理していきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということで早速やってきたんです。この料理はね、僕が限界の時に選んだだけあって、本当にもうね、座ってでもできる。キュウリを切っていきます。キュウリね、こんないらないんですよ。1/3、これね、薄切りして、おー、見える。こうやってね、並べていくとね、こうやってやると千切りできる。ほら、下準備は OK。 絹豆腐、これね、お皿に入れます。これぐらいきゅうりのっけて美味しいんですよ。これ調味パンパン、調味パンパンを小さじ1/2、小さじ半分ですね、入れてます。ごま油ね、小さじ2入れましょうね。これね、よいしょ、今日は削るやつでいきます。美味しくなれ。そして20秒、このままラップせず20秒チンします。これなんでチンするかと言ったら、このソイシャンタンっていうのは固体なので、熱を加えることになると溶かし込んでいくんですね。これ重要なんです。はい、じゃあ20分経った姿がこちらです。これね、これね、見てください。これね、くる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 、ソーミシャンタがね、熱によって溶けてくるんだぜ、ね、これがね、最高の美味しい塩だれになってるんですね。塩だれやから完成です。はい、じゃあそれではいただきたいと思います。いただきます。はい、キリンを召喚しました。ということで一番になっていきたいと思います。いただきます。タレどっぷりつけていただきたいと思います。いただきます。おー、やるじゃん、ビールだわ。キリッとした塩だれ、もう冷やっこ、これでいいわ。ネギとかも合いそうですね。これは美味しい。簡単でうまいって正義だよね。だって手間かければ美味しいものっていくらでも作れるもんね。うまい。どれだけ自分のプライベートの時間を壊さずに、美味しくて早くて美味しいもの、それを作れるかって、これからの最先端になるなぁ。ということでね、この塩だれやっこ、めちゃめちゃ美味しいです。味もしっかりして、竹の上にはもってこいの晩酌だと思います。レモンかけても美味しい。まあ、今レモンかけてみるよ。レモンかけの食べの、おら、美味しい。なのでぜひ皆さんやってください。こい、いやもうもう飲まなくてもいいしっすよ。いやちょっとじゃあこんな風に、じゃあね、はい、ボール足す。塩だれやっこってなんだろうね。まあなんかビールのイメージしかないんだけど、そういう感じのつまみだね。はい。